アルビン・エクダルは、スウェーデン・ストックホルム出身のサッカー選手。セリエ AUC サンプドリア所属。ポジションはミッドフィルダー。スウェーデン代表。母国スウェーデンのイフ・ブロンマっポイカルナでは、ユースチームを含め4シーズンにわたって、プレー。2008年夏、4年契約で、イタリアのユベントスに加入した。2009年7月、ACCNA へ、レンタル移籍。 2010年8月にボローニャ FC に共同保有で移籍。シーズン終了後にユベントスが保有権を買い戻し、2011年8月にカリアリカルチョへ共同保有で移籍。2012年6月、カリアリが120万ユーロで残りの保有権も買い取り、完全移籍となった。2014年9月28日に行われた。 インテルミラノ戦でキャリア初のハットトリックを達成した。2015年7月18日、ハンブルガー SV に移籍。契約は4年で移籍金450万ユーロが支払われた。2018年8月14日、ハンブルガー SV の二部降格に伴い、セリエ A の UC サンプドリアに移籍。各年代別のスウェーデン代表を経験。 2011年にはフル代表に初招集され、8月のウクライナとの親善試合でデビューも飾った。UEFA ユーロ2016では全試合に出場したが、チームはグループステージ再開で大会を終えた。2018年6月、2018FIFA ワールドカップ参加メンバーに選出された。同大会では前後試合に出場し、 ベスト8進出に貢献した。2021年6月 UEFA ユーロ2023カメンバーに選出された。ありがとうございます。